朝日です、よろしくお願いします。選手にしかやらないトレーニングとかっていうのはあまりないかな。上半身はちょっとこっち向きですよね。こっち向き。で、下半身はちょっとこっち向き、はい、今今急に こんにちは、コンディショニングジムアウェイクスの鈴木です。今回は代表の朝日に一緒に参加していただいて動画を配信します。よろしくお願いします。朝日です、よろしくお願いします。アウェイクスを立ち上げてもう3年ちょっと経ってるんですけど、はい、よくある質問で一般の方とアスリート の、はい、違いっていうところでよく質問があるんですけど、はい、アウェイクスは基本的にはやっぱり動ける体作りというところで、アスリートも一般の方も基本的にはこの30個の基本動作っていうところを中心にメニューを組み立てたりしてるんですけど、大きな違いってどんなところがありますか？まあ、基本的にそのアスリートと一般の方でトレーニングを大きく変えるってことはないんですよ、はい、で一緒にやってるからよく分かってると思うけど、そんなに変わることはなくて、ただ試合が近いとか怪我をしてるとかっていうところによってメニューを多少変更するってこともあるし、やはりそのアスリートで動けるっていうこともあるので、強度であったりそのトレーニングのボリュームっていうのが少し変更されることあるけど、そんな取り分けて選手にしかやらないトレーニングとかっていうのはあまりないかなっていう。なるほど、ありがとうございます。例えばサッカーとかゴルフとかいろんなスポーツがあるんですけど、はい、その中で選手からもちろんヒアリングをしてやると思うんですけど、そういうふうにゴルフに特化したとかサッカーの動きでこれだとかっていうところで何かありますか？それで言うとすごくピンポイントの要望が来た場合、はい、そこを特化するようなトレーニングは結構しますよね。サッカーで言うと切り返した時のこの足の運び、右足が前になった時にすごく一歩目が遅いとか、逆に左足になった時とか左ターンはうまくいくけど右ターンの時にすごく遅くなるとかっていう細かい要望が出てくると、やはりそれに対して原因を追求して、はい、そこに対してのアプローチっていうのは当然行うし、はい、やはりその一般の方と選手との難しい場面でっていうと、やはりその選手試合の日程が決まってるで、僕たちもこの長く選手見させていただいてるとかであれば特にそうなんですけど、はい、やはり筋肉の張り、ここの部分がこの選手は張り出すとちょっと調子を落とすよなとか、逆にここの部分を動かしてあげれば、脊柱の背骨のこの部分を動かしてあげれば、うん、彼はすごく調子がいいとか、はい、左一側の視野がすごく狭くなってくるとプレーに影響出やすいよなとかっていうのが長く見させてもらうことによって分かってくることがあるので、それは大事な試合とかそういう前には必ず調整する。だからその微調整っていうのは必ず行うようにはするっていうのがやっぱり違いなのかなっていうふうには思いますけど。なるほど、ありがとうございます。勉強になります勉強に知ってるでしょそれぐらい。いや、でもちょっと僕自身が今聞いてみたいなっていうのがあって、うん、実際にその選手で左ターンから右ターンとかにあった例で、うん、こんなメニューをやったら改善したみたいなのをちょっと実技で一回紹介してもらいたいなって思ってるんですけど、実際にやったことを。あ、選手の、はい、実際にやった内容でってことですよね、はい、そうです。あ、これで、あ、なんか感覚パコって良くなったなっていうようなことがあれば、今なんか今今急にやっていただきたいなと思って、まあ、だから右足重心でこう体が、うん、上半身はだから左回線かで、下は下半身は右回線してこうなってる場合ってやっぱり左ターンが上手になりやすいかなって。立ってもいいですか？はい、上半身はちょっとこっち向きですよね。こっち向きで、下半身はちょっとこっち向きの場合ってやっぱりその競技にも当然よると思うし、ポジションにもよると思うんですけど、こういう場合の人って右足重心の人が多いじゃないですか。で、このパターンで言うとやっぱりこっちターンの方が行きやすいんですよね。こうですね。そっちターンの方が行きやすい、はい、ケースが多いんですけど、これはやっぱり左にもう少し重心を乗せてあげるためのトレーニング、まあ簡単に言うと左のハムストリングスのこう触った時にこの右と左っていう風に触って、どっちの方がしっかり感覚ありますかって言うと、やっぱり右の方が普段からよく使ってるのでこっちが活性化されてこっちが不活性な状態っていうのがあるので、やはり左にもう少し体重を乗せてあげるようなトレーニング、まあそれを目の動きとかっていうのと連動してるので、こっちの左をたくさん見えるようにっていうような、左に何か対象物を置いてこれをずっと認識しながら動作を起こしてもらうとかっていうことです。なるほど、こうずっと見ながら見たまま、見たまま目だけで見たまま、こっちをずっと意識しながら、例えばランジ、まあランジだけ単発でするってことはないんですけど、こういうことですか？そうです、はい、をやったりとかですね。なるほど、
簡単なところで言うと。ありがとうございます。で、例えばじゃあターンの練習しようじゃなくて、もう重心持っていけばそっちが、あ、こっちに行けやすくなる。そうです、そうです。だから技術的なターンの練習っていうのはやはり、まあ、野球であれサッカーでバスケットであれそのチームでやるし、やはりその監督とか技術的なコーチの指導を仰ぐ部分ではあると思うので、うん、そのターンの仕方っていうよりもターンしやすい状態、うん、右にターンしても違和感のない状態に僕たちが作ってあげる。なるほど。ということはやり方を教えるんじゃなくて、うん、もう本当に動ける状態に持っていくのが僕らの仕事。そうです。だから右にも左にも動こうと思ったらいつでも動けますよという準備をしてあげるのが僕たちの仕事かなとは思ってます。なるほど。競技においてやっぱりその状態を作ることで、こっちにターンしにくいからこう行こう、こういう時にターンでこういう風に持っていこうとかっていう風に考えると、うん、やっぱり情報がなかなか取れなく動きの方に全部行っちゃって、例えば相手の体重が対戦相手だったらあそこに人がいるなとか、あのそういう量が減るということですね。そうですね。だから試合が近くなってきてる選手、特に年に何回かしか試合ない格闘家とかの子でいうと、やっぱり年に3回とか試合ないんですとかっていう子もいれば、毎週試合がある人もいるし、野球とかであればシーズン中であればほぼ毎日試合があるっていう状況の中で、ただ大事な試合とかになってくると、やはりこの選手においてはすごくこう集中してぐーっと入り込んでしまう子が多いので、そうなってくると一気に視野が狭くなるんですよね。だから視野が狭くなって、今までここのものがしっかり認識できてたのが、ここじゃないと認識できなくなってる状態ってすごく多いので、その状態でなかなかいいパフォーマンスを出せたな、あいつすごくいいパフォーマンスを出してくれたなという認識は今まであんまり経験はあんまりないかなって思うんですよ。なるほど。なのでやはりこうなってくると体は硬くなって筋緊張を起こして動作は一歩二歩遅れてくるってことになると思うので、やはり視野を広げてしっかり見れるように、でそうすることによって状況の把握もそうやし、気持ちの余裕というのもそうやし、普段に近い状態に持っていけるっていうところは、そのまあ実際試合に入ってもう試合1分前ですとかってなったらこうなるんですけど、はい、それはもちろん仕方ないことなんですけど、それがいかに早く元に戻せるか、うん、戻せる準備を事前にしておくっていうのはすごく大事かなと思います。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。今話聞いてて、もう一個質問したいんですけど、はい、僕がちょっと迷うなっていう思うところで、例えばすごい偏りがあって、例えばゴルフ、体の偏りがあって、うん、はい、例えばゴルフで右テイクバックして打ちますよね、はいはい、その時に右に体重がすごく乗ってて、でもこの選手はすごくこれがうまくはまってるっていう状態がいい、はいはい、っていうパターンの時とかは、逆に左に持っていくことをあんまりせずにとか、逆にそのまま行くのかとか、どんな感じでポイント見られますか？うん、まあ、これはもう選手との話し合いというかコミュニケーションになると思うんですけど、はい、やはり選手っていうのは寿命がやはり短い、選手競技で輝ける寿命が短いっていうのを大前提にあると思うんです、はい、まあ、ゴルフとかやったら長くやれるスポーツだと思うんですけど、そうなった時に今の状態はいい、でも僕たちから見たら確実に右にすごく寄りすぎてるよな、でも自分のパフォーマンスはそれでいいっていう、あのいい状態っていうんであれば、僕の経験上多くの選手はそのままでいきますっていうことですよね、はい、で今までも明らかに体重が右に大きく乗ってる、でそのことで腰痛を引き起こしてる、だから腰痛も治したいしパフォーマンスを上げたいっていう要望の時に、はい、腰痛を治すために重心であったり体のこのねじれっていうのをニュートラルに近い状態に戻したことあるんですけど、うん、そうしたことによってスイングのキレが悪くなったっていう経験はあるんですよ。あ、なるほど。でどうしようっていうその選手と迷った結果、腰の痛いのはある程度我慢するからもう一回あの形に戻したいって言われたことはあります。あ、ただやはり選手によってはそのニュートラルな状況に戻して、そこで自分のスキルをもう一度追いつかせて軌道修正していいパフォーマンスを出した人もたくさんいるし、それはもう本当に選手との話し合いなのかなっていう感じがします。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。健康っていうものがなぜ重要と思ったかっていうと、そこに対して僕たちがじゃあ何をできるか、一番ベストな状況に持っていけるのは、ああ僕たちかな。助走して出たらいい。助走して出たらいけんじゃん、それは。